卒の方、フリーターの方、第二新卒の方は DYM 就職、あなたに合った求人をピンポイントでご紹介します。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、ということで今日は吹奏楽部の方から吹奏楽部むしろ三四郎で呼んでもらう方が多いな吹奏楽部の中でもこのこれね、タンバリン、シンバリン、シンバリン、むちゃくちゃやん。まあとにかく今日も来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや呼んでいただいて本当にもう前回占いしていただいて、そうですよ。そうなのよ。なんかお笑い芸人やってるのに占いの方が得意みたいで、うん、なんか語弊あるな。言い方。今日あの前回に引き続き、そうよ。たまが嫌なんかい。いやでもさその前に、うん、どうやったかな。いやそうなのよ。前回のちょっとおさらいをしましょう。そうですよ。ね、おさらい今出ますか。いやいや。おさまご自身の体験として聞きたい。達也は確か無理しすぎるとか家引っ越すとか、うん、家が良くないとか言われとったな、うん、覚えてる、ね、覚えてるよ。それはでもキャラがやっぱり自分の行きたいキャラとは違うっていうのはなってましたよね。なってたよね。別に何も変えてないので何も変化はありませんか。特にその環境も変わらず、はい、ああなるほどなるほど。勇気はないとあれさ恋愛をやっていただいて、あそうだね、なんかそのズル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 そのまま、あめちゃめちゃそのままです。はい、お見事にズル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 。今も続いてるんですか。今も続いてますよ。一応続けるというか、まあ、関係はゆきちゃん、まあなんか事務所を辞めるべきみたいな。でも辞めても辞めなくても成功はしないみたいなことは言われたけど、そんな広いことを言いました。私はそう受け取ったんですけど、はいはいはい、事務所はどうだったの結局、ね、でも辞める勇気をもらってた感じだったと思うんですか。後押しね、しました。辞めるかもしれないんですけど、契約の問題がありました。あ、契約期間。勘違いしてたんですよ。本来は去年が契約満了だったんです。はいはい、更新されちゃってて。あ、なるほどね。だからあと数年は辞めることができない。でも私は多分その契約は無効だと思ってるから今ちょっとお悩み相談します。あ、確かにね、そうだよね。休んでる間かそんなことありえない。自動的にっていうのはね、うん、確かにそれはそうよ、うん。私は恋愛だよね。恋愛でそのよく頑張りました。ここまでずっと男も作らずに、うん、頑張った。でももうめっちゃやりたいし現れても全然おかしくないですが、そのためには、うん、なんかちゃんと遊べみたいな、うん、あ、そうだったね。なんか出て遊べるという結果、はい、遊んでなかったから、はい、何もできない。ダメじゃん。人間1ヶ月で変わんない。変わんない。だって普段遊んでないやつがそんなでもあれってあの占いってその今後の1ヶ月ぐらいを見てくださったんですよね。2週間からまあ1ヶ月ぐらいのだからそれからまた同じ占いをしたら変わってるかもしれへん。今頃はね、うん、私はちょっと仕事っていうのはちょっとさ、そう1ヶ月2ヶ月ぐらいで変わるものではないので、うんうん、私もちょっと恋愛でちょっと変わっちょっと見てもらおうかな。私も恋愛にしようかな。達成を変える、うん、私はもう一回恋愛にするもでも言うてあれをやった後に一応なんか言いたいことみたいな言ってるんで、言う機会があったんで、まあ、それで向こうの気持ちみたいなの変わってるかもしれないじゃないですか。でもその前回言ってもらったこれまでのことみたいな、うん、マジで全部当たっとったから。で当たってた、うん、ほんまに。そうだね、今の話を聞く限りみんな誰も別に外れてはない、ね、外れてはない。ちなみにね、今本日あの11月の7日でしょ。1ヶ月後ぐらいではクリスマスホリデーになる。 Yes yes yes。やはりやっぱりさ、ちょっとそこら辺に会えたの恋だのとかって生まれるのか、うん、うちら、うん、全員ないんでしょ。え、じゃあ全員恋愛でいいの今回は。私は恋愛、ね、私恋愛はもう変わんない気がするね。勇気が出せないからね。あ、じゃあいやでも恋愛みんな恋愛だから、ね、仕事はなんか俺ちょっともう本当に申し訳ないけどうまくいってんの。まあ、まあ、ねよく言ってるだし、なんかもしも悪いのが出た時にそれに寄せられたくない。あ、なるほど、ちょっと占いは、まあ、仕事に自分はどっちかというと、うん、恋愛と仕事なら仕事の人間なんですよ、はいはい、なので仕事はもうちょっと私が自分の力で開花していきますので、うん、あ、わかった。イスラエル戦争の流れ占ってもらうかな、はいはいはい、できるかそんなどこ相手間違ってるウクライナの停戦がまだかわかるかそれわからへん、あもっとなんか恋愛と仕事だけじゃなくてもいいわけですもんね。健康運、健康運とか。いや恋愛がでもやっぱ気になるのはずっと気になる。じゃあ恋愛でいきましょう皆さん。
前回と同じ質問の方はちょっと僕今日タロット以外にオラクルカードというのをまた別のカード持ってきたんです、うん、オラクルカードってなんか石のあれとかですよね、石のあれとか出るやつです、白くのまたちょっとそれは種類が大きいカードだよね、大きめです、はい、これ一回り大きいカードでちょっと先が見えたりするんですか、もうちょっと長期そっちの方が直感的な意味合いが強いので、一回前のやつやった人はそっちの方がいいってことは、恋愛をやってない人からやってもらってもいいんじゃないですか、そうですね、ここに書いてあるんじゃないですか、じゃあ達也とゆきちゃん、こちらからいきますか、ゆきちゃんです、私からゆきちゃんから、じゃあ私に彼氏ができるかを知りたい、彼氏ができるか、いつぐらいに欲しいとかでもだいぶ変わってきますね、クリスマスに私は彼氏ができて一緒に過ごせるのか、うんうん、結婚願望でゆきちゃん持ってはるんですか、いやそれがなくなっちゃって、あ過去はあったけど今はないと、はいはいはい、彼氏がずっといないから、はい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 、結婚が想像つかない、なるほど、うん、けど30をめどに結婚したいから、はい、その子孫繁栄のために、なるほど、かしこまりました、じゃあ、ゆきさん今1から10で浮かんだ数字を言ってもらっていいですか、1、はい OK でございます、でも結婚願望本当になくなってきたんですけどね、前は仕事でしたもんね、うん、なるほど、まあ、カード通りのことを前回ともちろん同様、うん、厳しいこと言ってしまうかもしれませんが、ちょっとお伝えを、仕事ない、なんか前より多い数、あ一緒です、12プラス1で言ってます、こんなやっとったんや、はい、結構前はね細かく行かせていただいた、でも逆さまとか、いや逆さに前来てます、うん、ここ数年クリスマスは本当に友達としか過ごせない、本当に、うんうん、何もない疑ってない別にまあ今まず無言でゆきさんの個人的なカードだけを拝見したんですけど、クリスマスまでにパートナーができるかどうかっていうところはこの奥になるので、なるほど、まず今自分自身がどうかっていうところなんですけど、ちょっと性格があまり、あの、うん、はっきり言ってもらった方がいいんじゃない、うん、やっぱりね、出たままで言ってもらったら、こう性格が、相手に対して口悪いですね、なんか今結構その優しさがないというか、はっきり言っちゃった、めちゃくちゃ優しいですよ私、エンペラーっていうカードが初回に出て1枚目として出てきてて、エンペラー、まあ、あの支配そう、わがわがっていうカードが出てて、はい、でその自分の行動はそのマジシャンの逆カードが出てるので、ということはこれちょっと無理しすぎというか、もうその相手のことも考えなさすぎと、恋愛っていうのはやっぱ相手がいての初めて成り立つことなんですけど、わがままだじゃあちょっとわがまますぎますね、その恋愛してないからさ、その周りの友達に対してってことなんじゃない、うん、今の周りにいる人に対して、確かに私思ってもないのに褒める癖ある、なんやそれ、ヤマピー似てないのにヤマピー似てるねとか言うし、でも恋愛の場合はこれはあのその縛りやすいとかそういう意味ではないんですか、これはお付き合いしてる人がいた場合はそうなんです、いた場合はそうなんです、ただこれは今もしいない人と、まあ、いないと仮定す、した場合でいくと、そのせいで出会えてないんじゃないかっていうのは強めになってます、ちょっと口が悪いとかで寄せつけてないところがあるかもしれないです、で恋愛運のところを今見ると洞窟のカード、うん、ハーミットというカードの逆向きが出てるので、まだまだ恋愛運は遠のいてます、つまり全然今恋愛するには良くない、状態じゃないかなと思っております、でもこれ今社会的な方を見て、自分が変わるべきかどうか、まあ、変革の運気なんですけど、ザ・ラバーズという恋愛のカードが出てるので、恋愛したいという気持ちは嘘じゃないなと思いますね、でも自分が変わらないところは全然ダメなんですけど、じゃあ今後現れる人との相性ですね、まずここを見ていきます、これが何か僕まだ見てないんですけど、悪いんじゃないかなと思ってます、あ良かったです。いいカードです、はい。次出会う人とはだいぶ相性がいいですっていうカードなんですけど、うん、その次出会う人と長く続くかどうか、だいぶ重要な人かどうかを見ますね。これすごい大事なんですけど、これがうまくいかない人になってます。つまり、次出会う人は長続きしない人。相性いいのに？相性はいいんですけど長続きしない人。つまり、都合のいい関係。都合のいい関係。っていう関係ですね。ちょっとメインのところ見ますね。じゃあこんだけ見た上でいつ、まあ、12月に間に合うのか、うん、ここが一番大事なカードになるのかなと思うんですけど、これは悪いカード、死神とかが出るんじゃないかなと思うんですけど、あこれゼロのカード、ザ・フール、エイプリルフールとかのフール、はいはいはい、ザ・フール、そうやん、まあバカとか、そうです、何も考えてないっていう意味なんですけど、表向きだとこれは、まあ、フリー、今からこれから何でもスタートできるっていう意味なんですけど、逆向きなんで今の状況が全然変わりませんと、
つまり年内は諦めてくださいって言って、なるほどね、終わりよ。はい、残念、終了、まだ終了、まあ、終了、結論出ました。まだ友達と過ごしてください。はい、ただあくまで今の過ごし方、今の考え方で行った場合はこうじゃないかなっていうバランスが出てるので。何が悪いですか。ですよね。まあ、その性格的なところが今一番、性格が悪い、ちょっとよく語弊もだいぶね多いかもしれないですけど、ちょっと口が悪いんじゃないかっていうところもあるんですけど、敬語で喋ったらいいですか。内容ですね。それがわかんない。じゃあ敬語で喋ったらいいんです。そうしました。そういうのじゃないね。ヘビクツ。ゆりちゃんで言う、うん、私は大好きだけども、そういう下ネタとかパラッとか言えちゃうのが、ちょっと男性からしたら、とかいう、そういうあれもあるんじゃない、口が悪いっていうのは。で、自分自身で、じゃあなんでできてないか、というのは分かってる部分はあるんですよね。気づいてないだけで。それがこのカードなんですけど、あ、これ、行動に移せてないっていうカードになるんで、作る気はないんですよね。なんか言ってるだけな感じがしますね。だから良くないんかなってなってます。でも恋愛したいと思ってるのに、いざ作ろうとする行動には全くなってないっていうのが。告白すればいいってことですか。じゃあないですね。なんかそれも心がこもってないというか。こもってない。人のことを愛したらな、多分気が狂うねん。私は気が狂ってへんのじゃん、まだ。だから上手ではないんだよね。恋愛上手ではないってことなんだ。モテてきてはるんやろなと思いました。このカード今12枚見た上で思いました。モテてきたがゆえにそこの努力が足りてないかもしれないなと。そうよね。番組で3回合コン番組出ましたけど、誰にも指名されなかった。だからモテてきたからこそやと思います。モテてきた人ってもうバリア張るのが自然となってしまう傾向にあるんですよね。恋愛面でゆきちゃんってこれもう申し訳ないんだけど、一番最初の印象悪いね。誰にでも言われる。そうやね。自分もなんかこんな大丈夫とかって初日は思ったね、うん、でもちゃんと味わえば、人間として知れば全然悪くないっていうか、うん、そうやね。誤解されやすいですね。合コンには向いてないよな、そもそも。だからそこの行動が足りてないっていうラストのカード、このチャリオットの逆向きが出てるかもしれないですね。じゃあどうすべきか、もう答え出てるんですけど、まあ、ご自身が本当にじゃあ恋愛したいと思うんやったら自分を見つめ直すしかないと思うんですけど、一応カード見ます。この向きです。何でしょう。あ、ストレンス、力っていうカードなんですけど、自分のやりたいこの強い思いっていうのと、やるべき思いっていうのが全然バランスが取れてないので、やっぱりそこはうまくいかないとダメですねって。なるほど、ね、なってますね。今まで生きてきたのが多分あるんで、なかなか帰れないんですけど、恋愛ではお金の力じゃどうにもならない。無理っぽいですね。人間的なところはそれがまた考え方が、権力とかそういうものでなんか物を動かそうと、人の心を掴もうとしたらダメよ。これはもうゆきちゃんとにかく無理やから、今年は。だからちょっと仕事の辞めるとかそっちの方に集中して。やっぱ仕事は裏切らない。集中して今は仕事ということで。そうですね。まあまあ、そんな傲慢なゆきちゃんのことをまた好きになる人も出てくるから。傲慢なんて、それこそ仕事めちゃめちゃ頑張ったらちょっと玉残しとかになってね。テレビプロデューサーさんとかとね、あ、この子仕事頑張ってる、わ、そんなもん。あんたも若い女なんだから、こっちはもう腐れおかまよ。こっちが腐れおかまがモテないのとはわけが違うんだから。今慰めタイムです。チャンネル登録してね。じゃあ達也見てもらおうかな。達也のね、恋愛ね。達也さん、恋愛の方は最近どうなんですか。あの、可愛いなと思ってた子が数人いるんです、でも大体一方なんです。唯一東京に一人可愛いなと思ってる子でも、その子とはまだアートコーダーになってないんですけど、何もこういうの一人に絞った方が見やすい。もうそれは強い系勝てやすいんで、せっかくやるなら絞って絞った方がいいんじゃない。達也の中ではもうそのやっぱ遠いから非現実的やから、東京の人がその中だと一番現実的かなと思ってるだけであって、達也も欲しい。全員同じぐらいトゥーなの。あ、じゃあ好きかどうかも分からへんけど、可愛いなぐらい。あ、そう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 。まあでも現実的な人とうまくいくか、だからそうアタックしていいのか。いやでもちょっと微妙だから、そいつはちょっとキャバ嬢すぎるので。どういう設定なの。でも3ヶ月以内に彼氏ができるかできないか、それは難しいですか。時期で見るやり方もあるので、そのだからそれでいきましょうか。数人の間っていうのは強く念じて、今達也が頭の中に入っている皆様の中で、この3ヶ月以内にその誰かしらがポンと私の中で出てくるか。じゃあもしもその念じた人じゃないところから出てくる場合は反応ないけど、いいよそれで。全人類で見なくていいのね。うん、
わかりました。まあ、この場合だからいつ何月ぐらいに今の運気的にいくとそれが起こりやすいかを見ていきたいと思います。うん、はい、うん。ちょっと変わりますね。やり方。なるほど。OK です。で、達也さん1から10で数字をおっしゃっていただいていいですか。うん、1から10まで。はい。思い浮かんだ数字。5。はい。ちょっと置き方を変えました ね、さっきは13枚なんですけど、うん、まあ、12枚にします。これ1月からのカードでいきました。あ、なるほど、はい、月で見るんだ。月で、まあ、スタートがここになるので、これが11月という感じで、ね、2023年の11月、はい、現在ですね、はい、ちょっと見ていきますね。逆さですよね。こうなっていくので面白いですよね。めっちゃ逆さやね。そうなんですよ、全部逆さや。これ表なんですよ。ちょっとややこしい。あ、生まれた男。分かった、はい、なんかこの間も出ましたね。そうなんですね。まずは開いていきます。逆さみたいなもん。表が2枚来てる。この中でも特に強いカードっていうのが逆さ多い、ね、そうなんですよね。もう逆さばっかよ。すごいですね。すごいですね。1月3月だけじゃない。もう逆立ちして歩いたらマジ。すごいよ。まず表向きのカードが11、12、1、2、2月の吊るされた男です、はい、そして4月の先ほどゆきさんの、まあ、初回、うん、出ました、エンペラー、はい、エンペラーっていうか、これ4月5、6、7、8、9月がストレンス、これ力というかです。お、はい、ここじゃあ強そうな感じで、約1年後がザムーン、10月、うん、月というカードなんですけど、この中で最も強いとされるカードがエンペラーというカードですね。11、12、1、2、3、4月といった4月、つまり春に何かしらのいい出会いがあるとなってます。はい、まず最初の答えとしてはそうですね。で、気になったのがこの10月ですね。まず10月が非常に良くない悩みのカードが出てるんで、今恋愛で見てますと。4月に出会って、はい、その人はかなり厳しい恋愛になることが予想されますね、出会うとすれば。なるほどね。つながればってことですか。どこですか。つながるとすれば4月。ただその人はうまくいかないだろうっていう、まず一つの答えです、うん、でもう一個気になったのが、その4月出会いの前に3月にザワールド、一番タロット界でいいカードなんですけど、うん、逆向いてるので結構な失恋があって落差からの4月の出会いなのかなと、うん、1ヶ月でだから失恋やって、寂しさまぐらさまに出会うんやけどいい方向に行くんじゃない。そうです、ほんまにそういうことだと思います、このカード的には。だから3月に結構辛いことが起こるんじゃないかというか、もう今からずっと3月までは逆のカードばっかりで、かなり恋愛的には年末年始辛い思いして、3月がピークに辛いことが起こるんじゃないかなって。なに、そのさ、今の思い浮かんでる中の人に徐々に思いを寄せて、そう、なんかどんどん思いが強くなっていって、でいざアタックしたりなんかしたりしたら振られるみたいな、で全く想像してなかったところで出会う人がいるんじゃない。ちょっと3月は大変な仕事入れないようにしましょう、ね、一旦リセットされるかもしれないです。今思ってる人全員が切られる可能性もあります。あ、なるほど。でもね、はい、別にそこまでの思いを別に持ってるわけじゃないから、うん、あれなんだけど、うん、あのみんなほら、みんな同じぐらいだからさ、いや今はあるでしょ、今はよ、これからなんかいいとこが見つかって、うん、達也の機嫌が悪くなってきたんやけど大丈夫そうですか。ちょっとでもいいこと、いいのあのそのままを言ってほしい、うん、これなので4月からだいぶ達也さんの環境が変わる感じにもなってるんですね。今の運気でいくと、なので仕事が手につかなくなるか、恋愛に対して全く興味がなくなるか、もう視野が狭くなってしまってるっていうのが出てるんですよね。で、秋ぐらいにもう一度また辛い時期になるのかなと。しかしと恋愛全然ダメじゃねえ。本当なんだかその状態だと。ただご自身は悪いと思ってないんです。4月以降はすごい春が来たっていう感じで舞い上がってるんですけど、はたから見たらそうでもないっていう恋愛をするんじゃないかなと。あくまで今のカードむちゃくちゃ失礼なこと言ってますけど、まあ本当に今のカード的にはガラリと変わるものなので、あくまで今のっていう限定的な言い方で恐縮なんですけど。でもちなみに1月ってどうですか。1月は結構しんどいですね。1月しんどい、はい、1月なんかあるんですか。1月ってみんな環境変えたがる時期じゃないですか、もちろん。そこでやっぱり環境変えきれないところがあるんですけど、多分ご自身で変えようとしてるんですけど、それが全然逆の方向に行ってるんじゃないかなっていう、恋愛面でいくと。
打開策、打開策見てもらった、見てもらう、はい、だから来年度、今年からだって、あのこの丸1年間あんまり良くなかったよ恋愛だからさ早めに打開策聞いて、そうだね、絶対の方がいいじゃないですか、ね、そうですね、ちょっとじゃあ見ますね、これいいカードが出るんじゃないですかね、見てないです、あ、しかも絶対見るわけいきません、絶対って何、待って、絶対って何、ちょっと泣きそうやわ、絶対にって何自分を守るために何重の壁を張りすぎてるんで、そうそうそう、バリケードとかが、これはだいぶ強いんで、未来はダークマター暗黒物質って言ってあのってことはもうできるわけがないってことです、できるわけはない、恋愛に愛されるわけがないってことですよね、待って、ブラス恋愛人生終了のじゃあ